じですよ。会場の皆さんもね、わっと湧くんですけども、本物だみたいな感じでね、感激の言葉を挙げていただいておりますけど、メンバー全員来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。LINE ミュージックエクスプレスは前にシャイニーの皆さんのインタビューの映像をご覧いただいたことはあるんですけれども、はい、それはあくまでも収録してね、録画したものを見てもらったというのはあるんですけど、今回生配信です。今リアルタイムでここにいますよ。わー、生です。会場の皆さんもなんかね、あっけに取られてる感があります。本物ですからね。うわーっと盛り上がっていいんですよ。興奮してるの俺だけみたいになってますけど大丈夫ですか。皆さん感動してるということでね、はい、ということで、じゃあ改めて、はい、メンバーお一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは、リダオニュです。皆さんこんばんは、ジュンです。皆さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは、ティムです。皆さんこんばんは、ミロです。皆さんこんばんは、キーです。よろしくお願いします。ということで皆さんいただきていただきました。お話いろいろお話伺いたいと思います、はい、シャイニーに聞いてみたい質問なども視聴者の皆さんから受け付けますので、はい、今ご覧いただいている LINE の画面から質問をトークで送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは僕から、私から質問させてください、はい、先ほど1月1日リリースということで私からもニュースをお伝えしました。このアルバムタイトルは DDD ですけれども、アルバムのコンセプトありますか。 DDD DDD のコンセプトを教えてください。 DDD、 はい、どんな曲ですか。DDD ってとにかくたくさんのジャンルの曲が入りますので、僕たちの魅力を期待してください。はい、DDD はダンス曲ですなので、パフォーマンスとかもいいだと思います。そして僕たちが久しぶりにダンス曲をするので、それでなんかみんな全部楽しい感じでいます。なるほど、はい、いただけると思います。ますか。わかんない。ありますか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、そして前作との違いありますか。4枚目は前のアルバムと違いはありますか。まあもっとやっぱりうん、やっぱり曲まあフォースアルバムだから新曲も結構多いし、今までより、大人のエッジとスケール感を出したアルバムだと思います。大人な感じも楽しめるということですね。そしてですね、先ほどね、ダンス曲ということで、はい、LINE ミュージックで今日から独占先行配信しています、うん、この DDD という曲、やはり踊れるダンスの曲ですか。そうです、はい、そうです。強いパフォーマンスに結構似合う曲だと思いますけど、うん、でも最近ずっとシャイニーは踊りたいな。結構明るい曲とかバラード曲を、リリースすることは結構多かったと思いますけど、またダンス曲に戻って、うん、まあ聴くとすごくテンションアップになる、そんなダンス曲だと思います、うん、お楽しみいただきたいと思います、うん、そしてですね、この DDD ミュージックビデオに関してもユーザーの方からたくさん質問がありましたので、ここで紹介させていただきます、うん、はい、もうすぐ DDD 発売されますが、ダンスの振り付けで難しかったところはどこですか。かっこいい感じのダンスナンバーとても楽しみですという田畑さんからいただいております。難しいは、うん、DDD のダンスは早いでしょ、うん、そうですね、早いです、まずは早いですが、サビのフレーズの早すぎるんですよ、ね、早すぎるんですか、はい、さん早すぎる、はい、We got to make a move We got to make a move 体によくないと思います。違う違う違う関係ないからさ、あまりそうかな、違う違う、とにかく頑張ってます。なるほど、 PV の話で言えば、うん、ダンスの話よりもテミ君の雨の話してほしい。そうです、あ、そうです、何かあったんですか、はい、水、雨、雨のシーン、雨、何、水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 、泡、ぐじょ、まじめそう、浴びながら、浴びながら、水浴びながら撮影しましたけど、その部分があまり疲れなかった。残念ですね。そうですね、寂しかったですよね。冷たい水を浴びてたんだ。すごく期待して、あいつ出るのかって見たけど、最後の部分でちょっとだけ。でもかっこよかったと思いますよ。だけどかっこよかったよ。ありがとうございます。はい、ちゃんと上平さんからのフォローもありつつ、でその辺も見どころです。実は結構大変だったんだよっていうところもですね、さっとしか映ってないかもしれませんけど、見どころありますよということで見ていただきたいと思います。ちなみにこちらはですね、ここがひろみさんよりいただきました。いつもキレキレなダンス、誰が覚えるの早いですか。ティグン
基本が変化自分で、あ、僕は最近感じたけど、あの、うん、なんか速度が伸びました、うん、違いますよ。みんな反対言ってるじゃん。キー君遅いよ。キー君が早いよ。あ、そう、早いですね。キー君早いです。え、一番遅いのは、まあ、みんな、あれ自分でやってる、自分でやってる。僕とか、お兄さん遅いと思います。あ、そうなんですね。ちょっと苦手なところあるんですね。二人、結構遅いです。でも、DDD の曲のミュージックビデオでは多分もうキレキレな見ていただいてるんで、大丈夫だと思います。ありがとうございます。頑張ります。頑張っていただけると思います。ということです。そしてですね、今度は LINE ミュージックでこちらも先行配信しています VIEW の日本語バージョン、うん、これはどんな曲ですか。歌詞で好きな部分ありますか。印象に残ってる日本語で VIEW ですか。はい、VIEW 現れるんだサビのレイジ現れるんだ、まあ、確かに現れるだけでしょ、うん、歌詞で言えば VIEW はどんな曲よりも振り返す歌詞が重要なフレーズが結構ある曲なので、それを日本語であのどうやって表現するのかをあのディレクターさんと5人で結構相談しながら決めたので、うん、まあ、結構、うん、うん、うん、よかったと思います、うん、はい、結構練りに練って表現力を相談したということでございます、はい、そして、今日はですね、皆さんからいただいてる、事前にいただいたなんて話してましたけども、ユーザーからの質問を受け付けました。ートータル7万件の質問がありました、皆さんたくさん書いていただきました。早速その中も時間の許す限り今日はメンバーに質問を直接ぶつけていきたいと思います。7万、まずはですね、これは結構女性の質問だなという感じがしました。 杉山優奈さん、シャニーの皆さんは髪が長い女の子と短い女の子どちらが好きですか。似合う女の子。そうですね、どっちでも似合うのが、そうそう、大丈夫。どっちでも似合うのがいいだと思います。どっちでもいいな。その通りですよね。短くても長くても、うん、はい、その子に似合っていれば素敵だと、はいはい、そうです、完璧な答えかと思います。結構インタビューとかにこの質問が結構出たので。そうなんですね、はい、慣れてます。よく聞かれると、いつも近くなるなりますよ僕は。近く、はい、パッキンだ、変わります、変わる、うん、あ、その時によって、はいはい、なるほど、長い子がいいなという時もあるし、毎日毎日、毎日毎日、おいさんは毎日変わるそうです。一番、一番、そうですね、まあ、いきなりごめんなさい、でもおゆくん今日誕生日だから。あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございますね。何でも許してあげるから。今日は何言っても大丈夫よ、何言っても大丈夫ということで、続いていきたいと思います。ゆかりさん、クリスマスはどうやって過ごしますか。おー、クリスマス間近ですけどね。仕事ですよね。もうまだ決めてないですよ、ね、か決めてないですけど、スケジュールあるよ、多分ステージ、うん、おー、ステージになる、韓国でステージになると思います。皆さんでもやっぱそうですよね、はいはい、そしてできれば皆さんと会えるスケジュールだから、そうか、はい、一番の皆さんとクリスマスでもそう会えるぞというのが、はい、メンバーの楽しみでもあります。なるほど、そしてですね、続いては、チアさんより、毎日必ずしておきたいことありますか。毎日必ずすること ありますか、うん、ちなみにチアさん、私は猫と自分の額をこすり合わせるのが日課です。おはようみたいな、そうなんですか。僕は、はい、シャワーもちろんみんなそうですよ。みんなそうですよというツッコミ入りました。キスンキチャルマンあなことによ。めんどくさいって言わしません。嘘じゃない。嘘しないで。晴れたよ。はい、ほとんど何あるかな。何があるの。毎日やること、僕は毎日肉を食べます。おぉ、ね、そうなんですか。肉食系ですね。あ、僕も食系毎日肉を食べるんだ、はい、やっぱこう、うん、食べないとなんか仕事とかなんかできない。力が出ない。あ、なるほど、パワーの源でございますということで、いろいろ話を伺っております。さあ、こうやってですね、お話を伺っておりますけど、後ほどもし時間があればまたいろいろ話を伺いたいと、質問ぶつけてみたいと思いますが、ライブそしてツアーのお話も今度話聞きたいと思います、はい、先日発表されたばかりでございますが、2016年5月来年の5月にドームライブが決定してます。今年ですね、念願の初の単独東京ドーム公演も大成功を収めたばかりですけども、2度目のドームライブとなります。意気込みを聞かせていただきたいと思います。どうですか。またドームですね、ドーム5月に、初めて京セラドーム
うん、あと、ドキドーム、はい、続けて、なんか、いつも、毎年日本全国ツアー回ってると思いますけど、いつも成長するお店姿をお見せしたいですって言ってきたけど、本当にそれが嘘じゃなくて、5周年も記念しながら結構音楽とかファッションとか、いろいろ日本語ももともと頑張って成長する姿を本当にお見せしたいので、そして初の京セラドームも早くステージに上がりたいですし、僕たちにも楽しみです。嘘じゃないです。そう、はい、皆さんの念押しが入りましたけども、分かりました。ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。ではですね、お質問ぶつけちゃっていいですか。はい、 OK です。もうちょっとということでございまして、ここでまたユーザーの皆さんから届いた質問ぶつけたいと思います。はい、質問です。渡辺真希さん。渡辺さん、渡辺さんの名前なので。ああ、なるほど、はい、それも聞いたことあるぞという名前ですね。メールや LINE の返事はすぐに返す方ですか。この子遅いです。この子は早いです。遅い。この子本当に遅いです。ジャニオさん早いけど、なんでですか。新しいピストルが、なんでなんで。見えなかった、見えなかった。水が出ましたけど。動揺してしまいましたね、今ね。なんで遅いの。なんで遅いのって言われます。友達となんか戦いました。その理由で、みんな全部連絡があまりなしなくて、その理由でなんかみんな全部怒られちゃうんですね。その理由。でももともとチェックしても返事が来ないこともあるから。めんどくさいのか。それで友達と喧嘩しちゃうから早くした方がいいと思いますよ。少し早くした方が、やっぱメンバーの中でも有名なんですね。それさんは早い。僕は早いです。すぐ早い。ダメなんですね。優しいから僕は。優しいですよね。優しい。テミさん優しくないみたいになってますけどね。そんなことないですよ。おかしいんですけど、ちょっとなっていうところはあると思います。ちなみに携帯なくても生活できますか。スマートフォンとかなくても。おい、ダメ、ダメ。もうみんななきゃダメ。ダメです。僕はできるかもしれないですけど。本当ですか。できるよ。便利です。絶対ダメです。僕は大丈夫ですよね。僕は大丈夫です。僕は大丈夫ですけど。ダメダメダメ。最近周りの人たちがたったパダウンもどかしい。クロドラグだから連絡取れないってなっちゃうんですよね。おじさんと連絡取れないってなっちゃうんで、本人はいらないんだけど。そうですね、今こうですね。いうほどで、メンバーの中でもこの、ね、スマホやメッセージ、LINE に関してもですね、ちょっと違いがあるぞというところも聞いていただきました。さあ、今日はですね、なんと、LINE ミュージックエクスプレスで来ていただいているということでですね、シャイニーのプレイリスト、ここで発表したいと思います。プレイリスト、プレイリスト、うん、大丈夫ですか。そのプレイリスト、こちらです。じゃ、はい、メンバーにも今ね、ご覧いただいておりますけども、 TX、 TX、 TX。今日は自由な発言がありますけども、テーマはですね、はい、シャイニーの魅力満載プレイリストとなっています。こちらです。 TXTXT TDD TDD プレイリストでございます。魅力満載プレイリストを作りましたので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今からですね、これを見ているあなたにプレイリストをシェアします。皆さんが見ている LINE のトーク画面にプレイリストが今から届きます。届いたプレイリストは LINE ミュージックでもちろんまるっと楽しむことができます。それではメンバーの皆さん、カメラに向かってですね、はい、音楽を LINE しよう、と言ってください。その言葉に合わせて、シャイニーのプレイリストがユーザーの皆さんに届きます。はい、いいですか。はい、じゃあお願いします。せーの、音楽を LINE しよう。塩ラーメン。違う。違うよ。バースデーボーイ自由です。今日は早いな。許してあげてください。誕生日だから。誕生日だから。今日は大丈夫。今日はもう大丈夫。ありがとうございます。塩ラーメン。塩ラーメン、はい、塩ラーメン。塩ラーメン好きですか。ラーメンが好き。ラーメンが好きで、いいですね。さあ、お、またユーザーの質問いける。わかりました。7万時間の許す限りプレイリストも届いたということでいきたいと思います。はい、質問。ファンクラブイベントでいろんなゲームとても楽しかったです。みんなで縄跳びしましたね。普段から運動はしてますか。どんな運動しますか。みゆさんよりいただきました。みのくん以外運動のイメージはない、うん、運動、どうですか。運動もうみんなたくさんやりますよね。みのくんはいつもジムに行って運動します。筋力トレーニングやりますよね。筋トレ、筋トレとかサッカーとか。サッカー、バスケットボール好きなんですね。
最近ゴルフ。ゴルフ。おー大人。ゴルフは一番難しい運動です。まっすぐ飛びますか。まだまだまだです。難しいですかやっぱりゴルフ。ということで最近は皆さんゴルフもたしなんでるということで、わかりました。あ、いいですね。いいですよ。ナイスショット。ありがとうございます。ナイスショットいただいてます。続いて。ダメ。続いて、全員に質問ですと来てますが、ユミさん、あの、もし1日だけ女子高生に なれるとしたら何しますか？女子高校生に1日なれるとしたら何しますかね。まず女性ということで違いますし、高校生ってこともあるんで、女子高校生。アイドルのファンクラブに入りたい。誰どのグループファンクラブに入って、まあ、かっこいいって、いや、昨日見た見たみたいに。テレビとか見て、あれしてみたよ。ぜひ、シャイニーのファンクラブに。キールさんにね。そうか、それなかなかね、皆さんが、キャーって言われますけど、自分で言うことなかなかないでしょうからね。そうか、そうか。他にやりたいことある人いますか？僕はミーティング、ミーティング？おー。ミーティング？ミーティング？ミーティング？お見合い？お見合い？はい、合コン的なやつね、多分ね。マネオフ男性グル？お土産はしませんか？高校生するの？しません。しませんしませんか？いい情報ありがとうございます。すみません。しない。しません。すみません。いや、こだくらんな、そう。なるほどね。わかりますか？高校生なったら想像知ったことないですから。や、여자분들노래불러보고싶네요。女性の歌を歌ってみたいです。あー、なるほどね。女性の声だよね。うん、カラオケとかでもね、高いから、もしかしたらあるかもしれませんね。キャーとかできるから。高い声でね。キャー言いたい。僕は今ギャー。いろいろありますよ。さすが、ヒロさん。そこに入ってますよ。さあ、LINE MUSIC EXPRESS、今日ね、社員の皆さん、もう一回いける。はい、じゃあこれね、ギリギリでもラストになるのかな、どちらかの世界に行けるならどちらの世界に行きたいですか、安住さんより。 A ポケモン、B ドラえもん、ポケモンの、ポケモンの方、ポケモンの人。あ、両方ですか？ A、B だけですか？どちらか、はい。ポケモン。僕はポケモン。ポケモン、はい。ドラえもん。ドラえもん。ドラえもん、ドラえもん。僕ドラえもん。ドラえもん、ドラえもん。ドラゴンボール世界。ドラえもん。ドラゴンボールね。行きたいですね。カメハメハみたいな。ワンピースの世界。ワンピースの世界。海賊になりたいですか？ワンパンマンは。ワンパンマンね。行ってみたいな。毎日毎日。いうことで、それぞれ皆さんね、好きなアニメの世界に行きたいぞというところもありつつですけれども、わかりました。さあ。今日ね、あの、先にメンバーから話ありましたけれども、今日、誕生日を迎えた方がいるということで。あー、誰ですか？誰だろう。ありがとうございます、ウニュさん。そして、ミオンさん、はい、つい最近、この間、はい、ここが誕生日ということで、これまたおめでとうございますということで、せーの、ハッピーバースデー。おめでとうございます。撃たれてない、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 撃たれてない。ということで、ケーキが来ました。うわぁ、うわ、美味しそう。ありがとうございます。おゆさん、そしてみのさん、誕生日おめでとうございます。すごい。ということで、ここでじゃあ、バンドソング歌っちゃいます？おゆさん。せーの。おゆさん、これ。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、おゆみの。はい、ありがとうございます。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 プレスからプレゼントです。嬉しい。ハッピーバースデー。ブラウン、かわいい。かわいい。ラインコマ、これ持って帰ってもいいですか？プレゼントです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお一人ずつ、はい、ね、メッセージいただきましょう。ね、カメラに向かって、はい、おみさんメッセージください。バースデーボーイとしての一言いただけますか？
え？メッセージお願いします。メッセージお願いします。ああ、ありがとうございます。終わりますか？終わり？ダメダメダメ。ダメ。上品すぎるわもう。ちょっと感じが悪すぎるわ。はい。緊張します。緊張しますね。今。いきなり緊張するの？いきなりが不利でしたね。すいません。うん。頑張れよ。頑張れ。今日は오늘보다행복합니다。どんな日よりも幸せです。ありがとうございます。そしてミオンさんからもいただきたいと思います。はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。本当にね、ということで今日ちょうど誕生日を迎えられたということでこうやって祝わせていただきました。さ、よいしょ。でですね、いろんな話をたくさん伺いたいと思っているところでありますが、お時間も迫ってきました。改めてシャイニーのインフォメーションをお伝えしたいと思います。4枚目のアルバム出ますよ。 DDD 2016年1月1日めでたい日に発売です。そして本日より LINE ミュージックでアルバム兄弟曲 DDD 独占先行配信スタート。そして LINE ミュージックではさらにビューの日本語バージョンも先行配信中ということで、2曲とも発売日までは LINE ミュージックでしか聴けません。メンバーがケーキを食べ始めております。そしてシャイニーワールド 2016DDD これアリーナツアーが2016年1月30日から4月の24日まで、さらにシャイニーワールド 2016DDD 待望の東京大阪ドーム公演の開催が決定。2016年1月14日そして15日日曜日京セラドーム大阪、そして5月の18日19日東京ドームということで、この4大ドームでいただき、4大ドームじゃないですね、4日間のドームでいただきたいと思います。ということで、それでは最後にですね、お別れが近づいてきてしまいました。一人ずつ。早いですよね。早いんですよ。でも、というデミさんがちょっとぐずついておりますけども、え、まさかという表お一人ずつメッセージをください。どっちからまたメッセージ、はい今日お別れのメッセージとなりますので、最後にお願いします。短い時間でしたけど、皆さんと一緒に会う、会って幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお願いします。はい、僕たち今一生懸命ツアーと、準備しますし、準備中ですので期待してください。ありがとうございます。皆さんお願いします。実はあまりの生放送ちょっと難しいですけど、今回はすごく面白い、ん、面白い方ですよね。やっぱり難しいですよね。まだまだもうですけど、皆さんとも近い距離で会えて、そして今日もうウニュさんの誕生日なので、すごく意味がある日だと思います。最高。皆さんお願いします。皆さん今日たくさん来てくれて本当にありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ビロさんもお願いします。はい、はい、新しいアルバム、はい、DDD がもう発売されますけど、僕たちもすごく楽しみですし、早くツアーも回りたいですし、すごく期待してますので、皆さんも楽しみにしてください。ありがとうございます。さあ、 LINE ミュージックではシャイニーの楽曲を聴くことができます。先ほどね、メンバーが送ってくれましたプレイリストもありますので、皆さんトーク画面にシェアされてます。ぜひ聴いていただきたいと思います。この後 LINE ミュージックの公式タイムラインで楽曲紹介、そしてお写真などをアップさせていただければと思いますので、そちらの方もぜひチェックをしていただければと思います。そして、最後にですね、シャイニーミュージックビデオを見ながらお別れとなってしまいます。ダンサブルなこの曲を最後に曲紹介をしていただきたいと思います。じゃあ曲紹介をカメラに向かってお願いします。はい、それ、見てくださいですよね。見てくださいですよね。それではシャイニーで DDD と。それではシャイニーで DDD。ラインしよう。スペシャルゲストシャイニーの皆さん、ありがとうございました。